はい、では始まりました、もちつチャンネルです。今回はですね、まあ、これから神戸に向かうんですけども、ね、セルタコースというのを受講してくるんですが、事前課題というものが与えられているので、その事前課題についてちょっと話したいかなと思います。セルタコースはですね、英語の教授法の資格になるんですけども、非常に大変なコースだと言われています。そしてですね、事前課題も大変です。で、事前課題はですね、ちょっとまあこの2枚、もうあまりページが多かったんで、2つにですね、1ページに2枚印刷したんですけども、いろいろと書いてあって、タスクがですね、1からですね、問題がついてるんですけど、タスクは1から50まであるんですね。50までですね、設問がついてます。で、これを事前にやってくるっていうのが、まあ事前の宿題になっているんですね。で、答え自体はもうイメールで受け取ったので、直前の時にですね、答え合わせできるんですけども、これをやらなければいけません。非常に大変です。発音だったり文法だったりですね、様々なことに関して、載っています。で、さらにですね、いろんなですね、こういう本を読んどいたらいいよみたいなリストが、ついていたりとか、で、コース前にはまあこれぐらいはですね、読んどきましょう、やっときましょうみたいなのがこうやって載ってたりするんですね。こういう本やっておきましょうみたいなのが載ってたりします。なんで、まあ、この問題解いたり、さらには本を読んだりします。で、まあ、その中でですね、とりあえず注文してみようと思って、そのこれ読んだ方がいいですよっていう参考書全部注文してみようと思って、とりあえず日本の Amazon で、手に入るやつだけ、買ってみました。すごい値段で、めちゃくちゃ高い値段で売られてるのは買いませんでした。ちょっと、ぼったくりにも程があるやつは結構あったので、それらは買わなかったです。手に入らないものも結構ありました。では、どんなのがあるかを見ていきたいと思いますね。まずはこれから見ましょうか。これですね。A to Z of English Grammar and Usage ですね。っていう、このグラマーのですね、解説がいろいろと書いてある本ですね。とか、続いて、まあ皆さんがよく知っているのはこれですね。多分そうだと思いますけど、Practical English Usage ですね。英語の先生に、なる人とか、英語の先生で使ってる人っていうのはかなりいると思います。まあアプリ版もあるんですけど、圧倒的にやっぱ紙版、本版の方が読みやすいし、使いやすいですね。なんで、まあこれ自体はですね、別にそのセルタとか考えてなくても、非常に使いやすいものじゃないかなと思いますね。で、その他ですね、見ていきましょうか。How to teach grammar とかですね。っていうのもありましたですね。これは英語の教え方だったじゃなくて、グラマーの教え方ですね。なんか手書きエリアとか結構あったんですよね。感じで、載っています。懐かしいですね。こういうのよくやりました。続いて、Discover English ですね。まあこれも、なんかこういうデザインよくあるんですよ。洋書って。ですね。洋書を読む人とか、言語学のですね、やつとかをですね、読む人だったら結構わかると思うんですけど、結構あるんですね。こういうやつってですね。中身は結構ですね、あんま嫌いなフォントですよ。見づらい。なんか昔ながらの表紙はめっちゃかっこいいんですけど、ちょっと読みづらい感じだなと思いましたね。で、続いて、Learning to Teach English ですね。この英語を教えるやつですね。これイギリスから届きましたね。Amazon の日本にはなかったんでしょうね。多分ですね。で、DVD がついてますね。DVD 付きのですね、やつで、まあ、見てみようかなと思ってます。その神戸いる間にですね、暇な時があるかわかんないですけど、週末とかにこれはちょっと見てみたいなと思ってます。続いて、Grammar for English、何でしたっけ ?Grammar for English Language Teachers ですね。ということで、英語を教える先生たちへのグラマーの本になっていますね。結構これは分厚い感じになっています。あ、でも余白は結構ありますね。なんで、読みやすそうですね。こういう本、本当にたくさん読んだのが昔、大学生の時にですね。まあ、こういう風に図示したりして、綺麗な感じで載っていますね。で、最後が、Learning Teaching ですね。なんか橋渡しみたいになってるやつですね。これは韓国から届きましたね。なんか3万ウォンって書いてあったんで、3000円ぐらいで韓国で売られてるものなんですね。ということで、いろんな国からやってきたっていうのが分かったんですけど、まあ、これも結構スタンダードな形ですね。説明がいろいろと、書いてある感じで、で、あとは DVD 付きですね。これも DVD が付いているので、DVD を見てですね、いろんなですね、教え方が分かるのかなと思っています。はい。こんな感じでですね、結構たくさん載ってたんですけど、
ですね、手に入らないものがほとんどでしたね、ないものが多かったですね。でとりあえず、あるものは全部手に入れましたので、まあ、時間ある時にですね、読んでいきたいなと思います。まあ、いろいろレッスンプランとか立てるので、その時に参考にしたりするために、読んでみようかなと思います。なので、もう一度自分の English skills ね、英語のスキルを、復活させ、さらにはこの English teaching のですね、knowledge ですね、その知識を、復活させようと思っていますのでですね、まあ、グラマーについてはかなり、まあ、詳しいのでさかさか読んじゃうと思いますけど、きっと新たな発見も多分ですね、知らなかったこととかもあるんじゃないかと思って楽しみにしています。はい、これから頑張ってですね、神戸で、生活をしてきます。では、まあ、皆さんもですね、一緒にかわかんないですけど、ぜひぜひですね、目標に向かって勉強していきましょう。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching. Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.